ジェームズ・フランシス・バーンズはアメリカ合衆国の政治家。ハリー・S・トルーマン政権で第49代アメリカ合衆国国務長官を務め、閣内で唯一の原爆投下強硬派であった。1882年5月2日にサウスカロライナ州チャールストンに誕生する。母子家庭の貧しい家庭で育ち、仕立屋を営む母を助けるために高校を中退し、独学で法律を学ぶ。その後上院議員となり、地元での水力発電所建設などの内政面での功績により、州知事を経て、フランクリン・ルーズベルト大統領により、第二次世界大戦中は連邦政府戦時動員局長に抜擢される。原爆開発を担当していたマンハッタン計画にも深く関わっていく。戦時動員局長となったバーンズは国内の産業資本をすべて軍事物資の生産に切り替えさせるなど統制経済的手法を用いた。また、マンハッタン計画の責任者の一人として、東ヨーロッパで覇権を強めるソ連を牽制するために、日本に対する原爆攻撃を支持していた。そのため、天皇制の誤字が入れられれば、日本には終戦交渉の余地があるとする、戦後の日本を有望な投資先と考えるジョセフ・グルー、国務次官ら3人委員会とは、正反対の路線であった。1945年7月に、ハリー・S・トルーマン政権で49代目アメリカ合衆国国務長官となり、3人委員会の提言を独断で黙殺し、原子爆弾の使用を強く大統領に進言した。また、日本の最初のポツダム宣言受諾回答を拒否し、天皇と日本政府の権威は連合軍最高司令官に従属するという趣旨のバーンズ回答を起草、返信したことでも知られる。日本政府は最終的にこのバーンズ回答を受け入れてポツダム宣言を受諾した。戦後は1946年9月に占領下のドイツにおける強硬な脱工業化政策を見直してソ連に対する牽制に戦後ドイツを利用するためドイツ産業の再建を支持する演説を行いドイツ国民に将来への希望を与えている。しかしポケットに原爆と呼ばれた原爆の使用を対東側外交の切り札に使用する姿勢がトルーマン大統領から危険視され、1947年に罷免された。その後故郷に戻り、奨学金制度の創設などに尽力し、地元では今も人気がある。1972年4月9日にサウスカロライナ州コロンビアにて亡くなった。89歳であった。ありがとうございます。